宝刀息子の奇境、宝刀息子作品 L57 は、クロード・ドビュッシーが1884年に作曲したカンタータで、叙情的情景と銘打たれている。道楽息子とも表記される。テキストは、エドゥアールナンによって作成された、ルカによる、福音書の宝刀息子の例え話を題材にした劇史である。この曲によってドビュッシーは三度目の挑戦でようやく、 ローマ大賞を受賞した。1884年の肖像画、マルセル・バシェ初演は1884年6月27日にパリで行われた。初行版はピアノ伴奏版でローズ・キャロン、エルネスト・ヴァンダイク、エミール・アレクサンドル・タスカンの配役であった。1906年から1908年にかけて改訂版が作成され、こちらは 感言楽伴奏となっているが、ピアノ伴奏版の方も改訂されている。ローマ大賞の審査員たちによる評価は、非常に顕著な指摘センス。輝かしく、情熱的な色彩、生き生きとして、劇的な音楽というものであった。なお、審査員の中には、シャルルグノーとエルネストギローもおり、この二人は本作を強く支持した。また、ドビュッシーにとっては、 最初の還元落付けの劇的声楽曲で、マスネ風の繊細な感覚や、情緒の陰影が、旋律には伺かがわれるが、後のドビュッシーの独特の作曲法は、火星などの面ですでにその方がが認められる。非常に劇的な構成を持っているので、作曲者の死後、一幕物のオペラとして演奏される、こともある。約三十分。リオネロスパーダによる、宝刀息子の気境。 ジェームズティソによる、宝刀息子の帰郷。ありがとうございます。